What's going on, Mike? どうも、ルーです。いきなりですか、皆さん。水道がぶっ壊れたことありますか？結構しんどいっすよ。留学当初、部屋の水道が流らなくて大変な思いをしたんですが、それを決意伝えたらぶち切られたって出来事があったので、今回はその話をします。留学に来て2日目、朝起きて歯を磨いてぐちゅぐちゅペンをしたら水が流れませんでした。しかもその水道は、人間が生活する上で最も使用頻度が高いであろう、キッチン横の水道だったので、ショッパーからメンタルが崩壊しましたね。本当はすぐ受付に伝えればいい話なんですが、なんせ僕は究極の人見知りだったので、受付に伝える勇気がなかなか出ず、それから2週間くらいはお風呂場で野菜を洗っていましたね。まあでもさすがにこれは不便だってことで受付に伝えに行きました。ただ僕もスーパー厳しいだったので、相手が不快にならないようできるだけ丁寧にこう伝えたんですね。あのすみません、ちょっと今困ってることがありまして、部屋の水道なんですが流れないんです。いろいろ自分で調べてみたんですが全然流れなくて、なのでちょっと見てもらうことってできますかね。そしたら受付の人は、わ、いやいやいや、だから部屋の水道は今流れないんです。いろいろ自分で調べたんですが全然解決しなくて、なのでちょっと見てもらうことってできますかね。わ、いやだから部屋の水道も流れなくてみたいな攻防を1時間くらい繰り返してしまいまして、結局受付の人に何が言いたいのと呆れられたので、ストレートに水道を直してくれって伝えたら、最初からそう言えよ、分かりづれんでってブチ切れられました。その時僕は、え、せっかく丁寧に説明したのになんでと、マジでブルーになりました。結局水道を直しに来てくれたのはそれから2週間後。その間僕はブルーになりながらお風呂場で野菜を洗ってましたね。でも今考えたらわかりますが、これそもそも伝え方が間違ってたんですよね。まず最初に要件を伝えるべきだったんです。僕が丁寧だと思っていた言い方は相手にとっては回りくどくて、もはや迷惑でしかなかったんですね。王子の友達にこのことを相談したら、いや伝えるときは伝えるとしようと言ってました。今回だったら最初から水道を直してくれってよかったんです。日本語ではストレートに伝えすぎることに抵抗があって、できるだけマイルドを意識していたんですが、英語においてはストレートに伝えないと逆に伝わりづらいのだってことを今回学びましたね。いやーカルチャーショックでした。それからすぐして部屋の換気扇がぶっ壊れたんですが、もうこれはチャンスだ、反省を生かしてシンプルかつ分かりやすく伝えよう、そう意気込んで受付に行きまして、しっかり心の準備をしてから受付の人に、換気扇が壊れた、直してくれって伝えたら、今は無理って言われました。